頭ではダメやと思っているのにやってしまうのは自分を幸せにするためなんですはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターオカッチです親も子も楽になるゆるめる子育て始めていきたいと思います今日のテーマはつらい大変しんどい子育てが10倍楽になる心理学12選ですあれおオカッチ お戦って少なないいつも20銭とか22銭とかやってるのにおかちちょっとサボってない長尺でやるって言ってんのにこれやったら15分ぐらいで終わるんちゃうって思ったあなた今日は当たりですいいですか今日は当たりですこれ覚えてください今日は当たりですちょっと言ってみてください 今日は当たりです。<laughs> すみません。<laughs> ね。あの当たりなんですよ。でもまだ取ってないよ。まだ取ってない。これから当たりにするんです、僕が。えー、今日はね、まさに、あの、多かったらダメなんですよ。あの、この12個、この12個だけ、ちょっとこう、意識していただけたら、他のことはもう完全に忘れて、ええでーって思う。そんな12個を用意したんです。 だってね、子育てがしんどいのもつらいのも大変のもあれもやらないとこれもやらないとって英語を学ばせないと片付けを覚えさせないと、えー、きっちりコミ,ュニケーションコミュニケーション能力を身につけさせないとってね、あれもやらなきゃこれもやらなきゃってしつけをしなきゃってそういうやるべきことやるべきタスクが多いからですよね限られてるのに時間は やるべきタスクが多いからあれもこれもできないっていうことでイライラしてしまっていっぱいいっぱいになって、えー、子育てがしんどくなるそうですよねなので減らすことが大事なんですよ今日は子育てにおいて本質的なこと12個を紹介しますこの12個を押さえていただいたらね親も頑張りすぎずに子供も伸び伸び育つそんな関わり方ができるんじゃないかと今抱えている負担重荷 そういうのが緩んで見えない鎖から解き放たれて自分の時間を楽しく過ごせるし子供との時間を穏やかに過ごせるそんな心理学12個紹介したいと思いますで、まあ、心理学って言ってるけど、まあ、い,いわゆる、まあ、心理学っていうのは自分の、ね、心を幸せにするっていう学問なんだからね、まあ、そういう意味では心理学なんですけど、まあ、こういう考え方があるよねとか こういう、えー、関わり方があるよねっていう、まあそういうこと含めて、まあ、心理学って言うてます。あの心理学でタイトルつけた方があの引きがあるんで、そういう意味でつけてます。はい、そんな感じでやっていきましょう、えー。この番組では子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています。公式 LINE もやってます。概要欄からチェックして、そしてこの番組もチャンネル登録よろしくね。お願いしますね。はい。 ということで、いい感じにね、あの、ハードルを上げたところで <laughs>、こっからはまあもう自分との戦いですよ。あの、当たりにしないといけないからね。えー、じゃあちょっと水を飲んでからちょっとやっていきたいと思います。今日は、あ、今日も10層くん算数です。蜂蜜入りです。よしじゃあやっていきましょうか。えー、子育てが10倍楽になる心理学。その1。困ってから対応する。 ねえ、これ、おかっちのライブ配信来てもらったら、毎回言うやつやね。いや、困ってるのは誰ですかって。うん、あの、問題やと思ってるのは誰ですか子供は困ってますかって投げかけるんですね。投げかけるんですね、えー。そういう投げかけると、いや、子供は困っていないんです。で子供が困っていないから困ってるんですと。で、困ってるのは誰ですか困ってるのは私です。あ、そうですよね。 親が困ってるんですよねって対応するんですよ。ね、もちろん親が困ってから、困ったから対応する。これはいいんだけれども、子育てにおいて、まあ、多くの場合ね、多くの場合は困らした方がいいんですよ。す、ま、べ、あ、ての場合じゃないんですよ。ほとんどのケースです。困って、子供困ってるから、ね、痛い思いをして、恥ずかいもしい思いをして、悲しい思いをして、辛い思いをして、ね、もう嫌やって思いをしたからこそ、もうそうならんとこって動き出すんですよ。ね、忘れ物をして、 ねえー、大好きだったスイミングができなかった、ウェーンって泣いた、もうなんで,なんであの忘れ物を届けてくれないのっていやいやいや、届けるのは私の仕事ではありませんと、忘れ物がないようにチェックするのはあなたの課題ですよねっていう風に感じじゃないですか、そうなんですあの困ってから対応させたらいい、失敗してからそこで学ばせて、そして次に行かせたらいいんですよ、困らないように。 子どもが困らないようにこのままやったら将来困るんじゃないかそんな言葉遣いしてたら学校でいじめられるんじゃないか居場所がなくなるんじゃないか忘れ物したら悲しい思いをするんじゃないか弁当忘れたらお腹空すいてもうかわいそうみたいなみたいなねどうですか、まあ、弁当忘れたら確かにかわいそうかもしれんでもお腹空すいたら何らかの形でアクションするわけでしょ卵焼きちょうだいって。 ね、そのミートボールちょうだいって、いや、ミートボールはあんた、それちょっと贅沢すぎやで、わがまますぎやで、卵焼きあげるわ、みたいな感じでね、友達の弁当はこう、ちょっとこう、もらったりするわけじゃないですか。ね、そんな感じで、それで、まあ、困った時に対処するし、あ次からは、じゃあわわ、忘れないように、弁当ちゃんとチェックしなきゃってなるわけでしょ。そうなんです。困らないようにするんじゃなくて、困ってから対応する。これでね、あのー、親の関わりが半分ぐらい減るんじゃないですか。 半分ぐらいのなんだろう子供にやってあげなきゃっていうのは将来への不安でしょ、ね、これやらないと困るんじゃないかとこれを教えないと、ねえー、バカにされるんじゃないか社会で生きていけないんじゃないかってそういうことからあれもしてあげなきゃこれもしてあげなきゃっていうのが生まれてくる違いますか、ね、困ってから対応するとそのような、ねえー、心持ちでいればだいぶ楽になりますよ困ってる時は学んでる時なんですよ 困ってる時に人間は学ぶんですよ。僕たち、私たちもそうやった。いじめられたから、あんなことを言ったからあかんかったんや。あんなこと言ったから嫌な思いさせたんや。ね、ということは、思ったことをそのまま言ったらあかんねや。ちょっと相手,の相手がどう思うのかを考えて発言しなあかん。クソボケーって言ったらあかん。とかね。そういうことなんですよ。言葉遣い一つにしろ。ね、箸の持ち方、お価値も箸の持ち方、ね、もうまあ、何度言われても直らんかった。社会人になってもね。直らなかったんですよ。 怒られてたよ何度も怒られたでも全然困ってなかったんですよ僕自身でもね社会人になって困ったんですよ初日です あの和歌山に配属した初日、半年間東京で研修でね、配属が和歌山やったから、それ研修終わって、じゃあ、和歌山行くぞって言って、和歌山でこっから活躍するぞみたいな感じでね、あの和歌山に行って、上司にね、美味しいとこ連れてってもらったんですよ、銀平っていうね、和歌山の老舗の和食料理店です。で、そこでね、おかちね、あの自分のもちろんいつも通り箸を持って、タチウを取ろうとしたんですけど、お前、箸の持ち方、汚いな。 俺箸の持ち方汚い人と一緒に食べたくないねんって言って上司は帰っていったんですはい僕は困りましたよこっから上司に信頼されて、ね、営業成績もトップになって出世をするんだこの会社を動かすのは俺やって思ってたそんな矢先に初日ですよ俺箸持ち箸持てへん人とは一緒に食べたくないって言ってその上司は箸を置いて店出てったんですよ、まあ、お金は払ってくいたけど はい、それ困ったってなるわけでしょ僕あのホテル帰ってしたことは箸の練習ですよググって、うん、もうずっと3時間3時間言い過ぎた1時間ですはいちょっと言い過ぎたね1時間箸の持ち方ずっと練習した僕の箸はねなんかこうあの箸をこうなんだろうな、えー、箸をこう広げた時に後ろの部分は交差する罰になるような箸の持ち方分かりますそれやったんですよ、まあ、とにかく汚かったんですよ それをまあ1時間練習してね、だいぶましになりました。だいぶましになったけど、まだ今でもうまいとは言われない。うまいとは言えないけれども、接待をしても相手の人を不快にさせないぐらいの箸の持ち方ができるようになった。それなぜ僕がこれまで22年間かな、箸を持ちなさい、きれいに持ちなさいとか言われてたのをね、あのー、直さなかったのかというと、答えは1つです。困らなかったからです。はい。で、そんな22年間直さなかったおかっちも、 困ったから練習して、そして治ったんですよ。それでよくないですか困らせたらいいじゃないですか。困った時に学べばいいじゃないですか。今、子供がやるべきことは、将来困るからやることではなくて、今やりたいことをやらせること。そうじゃないですか。どう思います今というこの時間は、ね、もう確実なんですよ。明日が来るかどうかもわからない。じゃないですか。 明日今と同じような平和の状態になっているということは誰も保証してくれないんですよ。今というこの時間を目いっぱい楽しんで夢中になって、えーねえー、今というこの時間を生きることで未来がやってくるんですよ。今子供をやることは将来困るから、将来不安だから今というこの時間を犠牲にすることですか将来困るなと思うことは困った時にやればいい。で今今やることは今自分が エネルギーに乗ってること、やりたいこと、興味があること、それをさせたらいい。どう思いますで、親も、将来困るだろうからとか、困らないようにっていう関わりをすると、あれもこれもで多くなっちゃうんですよ、関わりが。そうじゃない。いや、困ってから、子供が助けを求めてきてから対応するそうで。あくまでも課題を解決するのは子供です。で、私はサポーターです。私が問題を解決する主体者じゃないんですよ。子供に責任を持たせる。 そうすることで子供は自分の人生なんだって自分の人生に責任を持って人のせいにせずにその問題と向き合うんですよ。で困ったら助けを求めてもいい。で助けを求められたときに親は助け,を助けをする。でもいきなり答えを言うんじゃなくてあくまでもサポーターです。一緒に考えようかっていうポジションです。その位置づけで関わるんですよ。親が何とかしてこ困らそう困らそうとかね。何とかして不安で動かそうってするんじゃなくて子供が助けを求めたときにやる。そっちの方が楽じゃないですか めちゃめちゃ時間生まれますよ、それで。で困ってから対応する。その1です。長いでしょこの、今10分ぐらい話したこの調子でいくと2時間になりますね。持つかな。はい。2つ目。完璧でない方が子は安心する。ね。わかります。ね。あの、親として。 子供に最良の教育を与えてあげたい。できることはもう全部やっていきたい。子供が困らないように、今というこの時間に、ね、3年生にしか学べないことは全部3年生にさせてあげて、4年生に学べることはもう全部4年生にさせてあげて、先取り教育とかしてね、えー、自信をつけさせてあげたいとかね、全部いい環境を作ってあげたいって、あれもこれもしてあげたいって気持ちはわかるし。 ね、母親として家事も育児も完璧にしないとってもしかしたら自分の母親が、えー、愚痴一つ言わず、ねえー、父親がから何か暴力があったとしても虐待されて DV があったとしても、ねえー、文句一つ言わずつつましく家事育児をこなしていて完璧にこなしていたから母親とはそうあるべきなんだ私も自分の親みたいに完璧にしないといけないんじゃないかと思ってしまったり、ねまあ、そういうことで、えー、自分の中で。 常に何をするにしても完璧にしないといけないと思ってしまう、ね。そう思ってしまうと、やっぱ自分が苦しいよね。つまり自分に罰をつける機会が多いじゃないですか。だってできないことがあるわけで、ねえー。だってその完璧主義であればあるほど自分に罰をつけちゃうんですね。いろんな基準があるから。いろんな基準があるから。自分で自分のことを、えー、プレッシャー与えてるから、ね。だからイライラすることも多いし、自分を責めることも多いし、ねえー、自分なんてって自信をなくすことも多いんですよ。 そうで、子供に対してはどうでしょうか完璧にすることでの悪影響、いっぱいありますよ。いっぱいありますよ。まずね、えー、先ほどのお母さんの事例がありました。自分のお母さんが完璧にやってたから、自分も完璧にしないといけない、助けを求めてはいけない、弱音を吐いてはいけないんだってなってしまう、自分だけ休んではいけないんだとかね、いや、休んでいいですよいや。いや、休んでいいですよ。休まないと動けないじゃないですか。僕たちは生き物です。生き物は休まないと動けない。ずっと戦闘体制では動けないんですよ。 ずっと戦闘態勢ではね、いざという時に戦えないんですよ。いざという時に最高のパフォーマンスを発揮する、戦闘状態としてね、本番で力を発揮するためには、しっかりと休むことが大事なんです。ぼーっとする時間が大事なの。なのに、親が完璧にしてて、休まなかったら、自分も休んではいけないんじゃないか。弱音を吐いてはいけないんじゃないか。で、常に緊張状態、リラックスしない、不安な状態で毎日を過ごすということ。 そういう状態では、やっぱり子供も、あ、これできなかった、あれできなかったって自分に罰をつけてしまう。自己肯定感が育たない。ね、つまり、つまり、親は完璧でない方が子供は安心するんだよ。ですよ。ちょっとぐらい失敗した方が。ね、ちょっとぐらいミスする方が。まあ、ちょっとぐらいの度合いもよりますけどね。ミスしてもいいし、失敗してもいいし、間違ってもいい。ね、完璧な状態でやったら自分も緊張するじゃないですか。 完璧な、なんだろう、もう完璧な言葉遣いしてて、完璧な英語を話しててみんね。そんな場合では自分をなんか完璧にしないととか、自分を完璧な英語を話さないとと思うと、話せないじゃないですか。ね。ちょっとぐらい間違えてる人がいる、あ、この人文法めちゃめちゃやなっていう人の方が言う人がいる方が話しやすいでしょ。あ自分も間違ってもいいって。安心するじゃないですか。完璧な人といると、周りの人は不安になるんですよ。す、ね、べてがすべてじゃないですよ。だけど、失敗する人とか、 失敗に寛容な人とか、間違った、間違うこともなんかケ、OK、ーとする人、そういう人といる方が子供は安心する。だから、あなたがあれしないといけない、これしないといけないっていうことよりもね、よりも、あなたは間違った方がいいんですよ。失敗した方がいいんですよ。失敗してもいいってことですよ。わざと間違えなくていいですよ。失敗してもいいってことなんですよ。そっちの方が子供にとっていいんですよ。だってあなたは子供のために何かしてあげたいと思っている。そうですよね。じゃあ子供のためには完璧でない方がいいんですよ。 子供のためには何かをしてあげないとじゃなくて、あなた自身が笑ってる方がいいんですよ。ねあれ刺させないと、これ刺させないとって子供をせかして緊張状態にいるよりも、あなた自身が自分が好きな読書をしてて心、心から笑ってる方がいいんですよ。違いますどうでしょうかこれ僕、正解を言ってないですよ。こういう考え方もあるよねって話をしてる。だからか、子供のために完璧にしないとって思ってるんであれば、子供のためにこそ完璧でない方がいい。 うん、失敗してもいい、休んでもいい、緩んでもいい、間違ってもいい、その姿を見せてもいい、かっこいいところだけじゃなくて、かっこ悪いところを見せた方が子供にとって安心するんです。はい、これが2つ目。そして3つ目。やらなくていいこ,とを手放す、うん、これ、すごく大事だよね。時間がない、時間がない、忙しいっていう方、時間がもし、ね、27時間になったら、あれもしてあげたい、これもしてあげたいとかね、あると思います。 でも本当のタイムマネジメントっていうのは、ね、限られた時間の中でたくさんのことをすることじゃないんですよ。いいですか限られた時間の中で、えー、やらないことをやらないことをやめてやるべきことにフォーカスすることなんですよ。わかりますたくさんのことをやることじゃないんですよ。タイムマネジメントっていうのは。タイムマネジメントっていうのはやらないことを決めてやるべきことにフォーカスすること。これがね、タイムマネジメントですよ。 あれもやらないと、これもやらないとって言って、自分のエネルギーがいろんなとこに分散して、本当にやるべきことにエネルギーが注がれない。だから、何をやらないかを決める。これは本当に自分がやるべきなのか。自分でやらなくてもいいことは、どんどん手放していく。さっきの困ってから対応するってこと。これで、これでね、あの困らせたらいいじゃないですか。ってなれば、困らないようにやってたことっていうのは全部手放してよくないですか。忘れ物を届けるとか、勉強どうとか、声をかけるとか。 ね、お風呂はどうとかそういうのも声をかけるとか含めてねどうですか困らないようにじゃなくて困ってから対応するってなった時にやらなくていいことはいっぱい出てくるじゃそれを削って本当にやらないといけないことは何本当にやらないといけないことは僕が言ってるのはママが心から笑える自分自身が心から笑える生き方を見つけるそしてそういう風な毎日を過ごすということこれが僕は心からやることだと思ってます子育てにおいてね ママが安心すること。まあ、その上で、ね、食事、睡眠、運動とかね、そういう生活習慣を整えるとか、ねあのー、体を作る、脳を作るとこれも大事なこと。で、あるんだけど、それをするにも、まずはママ自身のエネルギーがないと、ガソリンがないと、子供と関われないんですよ。なぜなら、子供と関わる、人と関わるというのは、エネルギーがいることだから。子供は可愛いかもしれへん。一緒にいると癒される部分はあるかもしれへん。でもね、人と関わるとね、エネルギーがね、あのー、消耗されるんですよ。エネルギーが必要なんですよ、人と関わるには。 そのエネルギーがないと楽しくなくなるんですよ。イライラしちゃうんですよ。子供に当たっちゃうんですよ。ってなった時に、まずは自分から満たすこと。自分の人生を笑える。自分は心から笑える、ね。笑いたくないのに笑うじゃないですよ。心から笑えるような生き方を作っていくということ。これが根本的に大事なんじゃないかなと。は親の心の安定がそのまま、ね、子供の心の安定につながってくると。自分が心が穏やかに安定して過ごせる。そんな毎日を過ごしていくこと。 これが本当にやるべきことで、それ以外のことはもうどんどん手放していく。うん。まずはここでしょう。で、さっきの困ってから対応するってこともね、困らないようにするじゃなくて、困ってから対応する。そして、自分の時間を何としてでも作るってこと。で、本当にやるべきことに自分の力を注いでいく。自分の生き方を作る。だったり、えー、子どものね、食事、睡眠、運動、そこをしっかりと整えていくってことであったりね、優先順位をつけて、やらなくていいことは手放していく。 はいこれが大事なんじゃないかなと思います4つ目できる限りできる範囲でちょっと噛んだけどはいこれはね幼児教育専門家の,あのテル先生が YouTuber のねテル先生があいつも言われてることなんですけどまあテル先生要チェックですよおすすめですあのー、ねこれなんですよ僕たちができるのは結局自分の全力を尽くすことしかできないんですね 今の自分の能力にないことであったり、今の時間がない状態であったり、今の限られたお金、その範囲内でしかできないんですよ。よその子みたいにハワイを連れて、ハワイに連れて行くとか、ね、えー、専業主導されてる方みたいにずっと家で子供と遊んであげるとか、できない状況もあるわけじゃないですか。ね、人と比べていったら仕方がないんですよ。今自分ができることは、自分の全力を尽くすことなんですね。今与えられているこの時間で。 このお金で、この体力で、できうることをやる。できる限り、できる範囲ですよ。自分を殺すことなく、ね自分のなんだろう、自分を犠牲にすることなく、だって自分の心を満たすこと、自分の子が心から笑えること、これ以上に大事なことはないって話をしたから、そこを第一優先にしながら、しながら、できる限り、できる範囲で子供と関わっていくということだと思うんですよ。 これを、なんだろう、うお金が無制限やったら、あんなこともできる、こんなこともできるのにって、そんなこと考えても仕方がないんですよ。今、じゃ今考えても、もちろん、お金を増やすためにどうしたらいいかって、作戦を練って、増やすために行動し,したいんやったらしてもいいですよ。もちろん、それはそうですよ。今の状況がずっと続くってわけじゃない。この状況を変えるための行動はしてもいい。でも、今できることは、今限られた、今あるお金、今ある時間で、今あるこの体力で子供と向き合うしかないじゃないですか。将来わかんないですよ。 副業して、ねえー、今やってるパートを辞めて、家で働くような、えー、働き方を作るとか、ね、そういうのもやると子供と時間ができる。将来はかんないけど、今この時点では、今のこのお金と時間と体力を使うしかないじゃないですか。なので、できる限りできる範囲でできたら OK なんですよ。ね、もしかしたら1年後、子育てこの年間の子育て勉強したら、あの時もっとこうしたらよかったのにと思うかもしれん。でも今は勉強してないんだから。いその今1年間勉強してないんだから。 今このある子育ての知識、今の自分の能力を出すことしか今できることはないんですよ。これなんですよ、ね。これしかないんですよ。今の自分の全力を尽くす。全力を尽くせたら丸です。もちろんもっと違うやり方はあったかもしれない。でも今の全力になったんだから、それが。それで丸をする。それで丸をする。で、その後にしっかり反省をしたらいいですよ。ね、あ、あの時の声がいうこうもっとこういうふうに優しく言ったらいいのにな。よかったらいいなとか。 ねえー、ちょっと子供に選ばせてるつもりで、ちょっとプレッシャー与えてたのかなとか、一つ一つの声がけとは関わりを、後でちゃんと振り返ったらいいと思います。振り返って、反省して、また次につなげたらいいと思う。だけどその、その時点で、今この時にできるのは、自分の全力を尽くすこと。できる限りできる範囲でやることしかないんです。ないんですよ。なので、それ以上のことを求めない。求めて今のこの時点では求めない。で、将来どうしたらいいのかって求めていいよ。将来はこうなりたいな、ああなりたいなと。 もっと子供と一緒に過ごせる時間を増やしたいなと。ね、家事の時間を減らして、ね、在宅ワークの時間を増やしたいなとしょ。将来的にはそれ。じゃあそのために今どうしたらいいのかって今から計画を立てて、そっちの方に進んでいくのはもちろん丸です。ただ、今この瞬間、子供と向き合っているこの瞬間、できることは今の全力を尽くすことですよね。はい、できる限りできる範囲でできたら丸をつけませんか 他の人と比べて他の人はあんなことやってるのにとかもっとお金ができたらもっと時間があったらあんなことできたのにそこで罰をつけるのはどうなんでしょうか今自分ができることは自分のベストを尽くすこと以外にありません。ゆくゆくはわからない。将来はこういう生き方、こういう関わり方していきたいんだっそっちに向かって将来は動いていったらいい。でも今子供と向き合っているこの瞬間は自分の全力を尽くすことしかありません。それができたらまるです。それができたらまるです。はい、5つ目。 もやもやを言語化する。これね、おかちもインスタライブやってたら毎回出てくるね。言語化というキーワード。結局ね、子育てにおけるしんどいとかもやもやとか、もう疲れたとか、そのね、なんだろう、言葉にできないなんかやるせなさだったり、なんか重い感じがするであったり、イライラするとか、そういう感情であったり感覚っていうのは、あのー、外に出さない限り、永遠に苦しめ続けるんですね、自分を。ブレーキ踏むんですよ、そいつが。ブレーキ踏んでる。だから重いから前に進めないんですよ。 頑張っても前に進めないんですよだからそういう風にあの時こういう風に言っとったらよかったな,かったなとかなんかそういうねもやもやした感情であったり感覚本当はこういう風に子供にしてほしいんだけどこれ言ったら子供がめんどくさそうにするから言うのやめとこうとかでも言いたいんだよなってモヤモヤするなっていうやつそれはやっぱ言葉に出さないとね、えー、ずっとモヤモヤし続けるんですよで結局何かがあった時にお母さんあの時お母さん思ってたんよずっとって言うんですね あの時ね、実はああいう風に思ってたんよってやつ。いやそ、そんな後から言われてもってやつじゃないですか。そうでしょなので、なので、もやもやした時に、ね、は言語化する。これです。相手に伝えなくてもいいんですよ。自分のために書く。これでも OK。ノートを買って。ね何にもやもやしてるのか。何にイライラしてるのか。立ち止まって。なんとなく嫌やなとかじゃない。なんでのなんで嫌なのなんで自分はそういう風に子供にさせたいと思ってるんですかなんで宿題させようと思ってるの なんでなのなんで兄弟喧嘩したら嫌なのなんで兄弟で仲良くないといけないの兄弟で喧嘩したらモヤモヤするの片付けして,たしてなかったらモヤモヤするイライラするのそういう自分の中にあるモヤモヤとかイライラとか言葉にできないなんかわからんけどなんかわからんけどしんどいとか何かわからんけど疲れたってそういうもの感覚感情っていうのを言葉にするそのためにゆっくり時間を作って 時間を作ることが必要なんですよ。時間がないとできないから。時間を作って、そういうモヤモヤを言語化する。もう方法は単純。ペンを持って書くだけ。ペンを持って書くだけ。もうそれだけでいいです。もうそれだけでいいです。あの、方法なんかない。難しいことない。ペン持って、頭の中で湧いてきたことをただ一つは全部排出する。外に出すんです。外に出すと軽くなる。感情っていうのは外に出すとエネルギーになるんですよ。怒りでもね。怒りって最も強いエネルギーですよ。ね。政治家のデ,あデモとかやってるわけじゃないですか。 ね、政治家の何々反対ってやつ、それ怒りから言ってるんですよ。怒りから来るエネルギーってものすごく強いんですよ。原発反対とかね、いろんな運動をやってるわけでしょ。怒りなんですよ。怒りとかイライラ、すべての感情、エネルギーなんですよ。それを押し殺したら、エネルギーがなくなっていくんです。感情っていうのは、外に出せばエネルギーになってアクセルになる。でも、うちに溜め込めばブレーキになって、見えない草になって、自分を縛り続けるんですよ。だから、外に出す。 外に出すもやもやとか感情とか感覚とにかく何か分からんけどって思った時にその時に違和感を感じた時に言語化する紙に書く是非やってみてくださいそして6つ目気持ちには Yes 要求にはのねー、これねこれをやるだけでもすごく楽になるんじゃないかなと ね、子供がね、ママ見てママ見てとか、絵本読んでとか、ね、学校でこんなことあったんよって忙しい時に話しかけてくるとか、ねえー、もっと遊ぼうとか言われたりとかねした時に、どこまで子供の要求に応えたらいいんだろうってね。子供の要求に応えなかったら絵本読まなかったら、ダメな母親と思われるんじゃないか、愛情不足と思われるんじゃないか、ね、子供が寂しい思いをするんじゃないか、でも全部答えられないよね。甘やかしてもいけないっていう考えもあるしって、ね、じゃあどうしたらいいんだろう。はい。 しんどいとき、いいですか自分がしんどいときは気持ちにはイエス。すいません。要求にはノー。これでいいんですよ。自分がしんどいときには気持ちにはイエス。要求にはノーです。ね、しんどいときにはね、子供の気持ち、ママ見てママ見てって気持ちは、あ見てほしいんだねって。絵本読んでほしいんだね。一緒に遊びたいんだね。そこには全力でイエスです。ただ、その要求に応えるかどうかは、 えー、どノーイエスでもいいしノーでもいいしでしんどい時にはノーですさっき言いましたママが犠牲になって我慢するそういうような関係は、えー、長く続きませんさっき言ってないなこれ初めて言ったな <laughs> すいません <laughs> とにかく我慢しないってことこれすごく大事だね、うんあのー、自分の心が安定してる心が笑える状態を作るということこれがすごく大事だから自分が我慢しすぎていたり犠牲になりすぎているんだったらそれは 本末転倒、ね。子供を幸せにしたいんだったら、自分を整えること。自分の心を安定させることがまずは大事だから。そのしんどいときとか、疲れているとき、ストレスが溜まっているときに、子供に何かを要求されたら、気持ちにはイエス、行動,行動要求には No でいいんですよ。で、次の約束をしてあげてもいいかもね。あの明日の何時やったら読めるよとか、明日の何時やったら一緒に遊べるよって、次の約束をしたら子供も安心するよね。はい。 気持ちにはイエス、要求にはの全部の要求に応えなくてもいいんですよそれを応えなかったからといって愛情が足りてないそんなことはない気持ちにはイエスにしているんだからあなたのその気持ちは分かるんだから受け止めているんだから7つ目ねえこれ大事やなあや子育てだけじゃなくてちょっと言えてた子育てだけじゃなくて人生すべてにおいて大事なことだと思っておりますコントロールできることに集中するねえ もう少し長く言えば、えー、コントロールできないこと。コントロールできないことは手放して、コントロールできることを変えようとして、そしてコントロールできるかどうかを見極める。あ、もっと、ちゃんとした名言ありました。何やったっけコントロールできること。ネイバーの、アーバーの支え。ウーバー、ウーバーじゃない。<laughs> ネイバーの祈り、なんたらの,の祈り。あったちょっと読ませて、ちょっと調べるわ。これね、おかっちがね、あのー、あそこ。 何やったっけあ、ニーバーの祈りや。ニーバーの祈りありましたわ。あのー、インディアンの長老から授かった宇宙の流れをコントロールしない祈り方。みたいな。ちょっと今の意味わからんな。ちょっとすいません。えっと、ニーバーの祈りで調べてみるね。出てきた。えっと、どこだったっけあった。神を変えることのできないものを静音に受け入れる力を与えてください。変えるべきものを変える勇気を。そして、 変えられないものと変えるべきものを区別する賢さを与えてくださいというやつね。どっかで聞いたことあるこれね、オカッチがね、その新卒で、えー、半年間研修があったって言ったじゃないですか。その研修が終わった時にね、終わった時に、あのー、一番仲良かった親友からその,その言葉をね、付箋に書いたその言葉をもらったんですよね。変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。 変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして、変えることができるものと変えることができないものを区別する知恵を与えたまえ。こういうことですよね。そうなんです。この世の中には2つです。自分がコントロールできること、つまり変えられることと、自分にはコントロールできないこと、つまり変えられないこと。この2つがあるんですよ。で、 僕たち私たちはその変えられないことどうしようもないことコントロールできないことにエネルギーを注いでしまったり、ね、時間を使ってしまったりしてるんですね例えば天気雨が降っているこれって雨って僕たちコントロールできたっけ無,無,無理だよねあの天気天気なのでてるてる坊主を作るぐらいですよね,ね天気予報も外れるし ね、予測もできないし雨を晴れにすることはできないんですよコントロールできないことただ雨が降っているこの状況で傘を持っていくことはできるし雨が降っているから室内にいて映画を見ることはできるんですよねそれは自分で選べることですよねそうそうそう雨自体は晴れにすることはできないけど雨という状況の中で自分がどういう行動をするのかは自分で決められるそういうことですねこれがすごく大事で 子育てにおいても人間関係においても人生においても自分がコントロールできないものに時間を使っていませんかってことです子供の気持ちってコントロールできますかもしこれをコントロールできるって言ってたら怖いですよつまり子供を支配できるって思っていることなんですよいいですかここ,ここすごく大事なことです自分が自分が何とかすれば子供を変えることができるこれは子供を支配するっていうことなんですね 自分は子供に影響を与えることができますよ。自分がね、いろんなことを言う、子供にメッセージを与える。そうすれば、子供に何らかの影響を与えることもできるかもしれんけど、その影響をね、そ,の,その,声この言葉をどういうふうに受け止めて、子供がどういう行動をするのかは、子供が選ぶ権利なんですよ。子供が決めることなんですよ。全く同じ言葉を受けてても、全然違う反応をする子がいるんですよ。そうじゃないですか。 同じ家庭環境で育っててももともとの気質が違うっていうのも大きいけどね全然違う子が育っていくわけでしょ兄弟にしろそうでしょ同じメッセージこ、ね、弟とお兄ちゃんに言っても、ね、それで自信を持つ弟もいればいや怒られたってがっかりするお兄ちゃんもいる同じ言葉を言っててもよそうなの僕たち私たちは他人はコントロールできないよここをまず大前提にすることが大事子供をコントロールできない私が変わったら子供は変わりますかって 今からでも間に合いますかこれは私が変われば子供を支配できるって思ってるっていう象徴なんですね。私が変わっても子供が変わるかどうかは分からないし、子供が変わるかどうかは子供が決めることなんですよ。ね、それを変えようとしないってこと。それを変えることにエネルギーを注がない。自分ができることは、ね、例えば勉強しなさいって言った。勉強しなさいって言った。で、勉強しない。そういう子供にどうやったら ね、どういうふうにやったら子供が勉強するんだろうって考えて、それをちゃんと言葉をかけたり、勉強しできるような環境を整える、例えば、えー、部屋を、ね、整頓するとか、えー、静かな環境を作るとか、リビングで勉強させて、見られているよっていう環境を作るとか、それはできるよ。できるんだけど、リビングで子供が勉強するかとかわからない。環境を作ることはできる。影響を与えることはできる。ただ、そこでどういう行動をするかは子供が選ぶことです。はい。 なので、自分が変わっても、親が変わっても、子供が変わるかどうかわからへん。けど、影響を与えることができる。まあ、僕たち、私たちができるのは、環境を与える、成長できる機会を作ることであり、子供を変えることじゃないんですよ。ね、変えようとするからイライラするんですよ。結果が出ないから。例えば、ね、勉強できるようにリビングに移動させた。でも、子供が勉強しない。だかそれに対してイライラするっていうのは、自分の思ってる結果が出ないからですよ。 つまり、子供を勉強させようと支配しているということなんですね。子供が勉強し,し,しなければいけないと思っていて、勉強していない状況になっているからイライラするんですよ。でも僕たち、私たちができるのは、勉強したくなるためにどういうふうに関わったらいいのかということを考えて実行することは僕たちがコントロールできることであり、その結果どうするかを子供が選ぶことなんですよ。結果とプロセスをしっかり分ける。自分にコントロールできること、できないことを分ける。 これはイライラしたとき、モヤモヤしたときもそうです。自分にかコントロールできないものに、えー、フォーカスしているときにイライラすること多いと思います。ね、どうにもならないこと。審判のミスジャッジでピーって吹いた。今更文句言っても変わらないですよ、ミスジャッジは。だけどそこに対してモヤモヤしてて、その後の後半のバスケットのプレーが自分の力が発揮できない。ね、どうですかそれは。 これ僕メンタルトレーニングスポーツマン、スポーツマンのね、メンタルトレーニングをずっとアメリカにいるときにやってました。メンタルトレーニングにおいて大事なことをマスター、まさにこれです。自分がコントロールできることに自分の100のエネルギーを集中する。ね、審判のミスジャッジはコントロールできへんし、ねえー、他人から、他人から、何、えー、ていうか、バリ増言、投げかけられるのもコントロールできない。自分ができるのは、次どういうプレーをするのか。次ね、こういうプレイ、こういう状態になったときにどういうふうに相手を、相手を、えー、ブロックするのかと。そういうことです。 自分がコントロールできること、できないことを明確に見極める。で、コントロールできないことに時間を作ってるんだったら、あ、これは違うなと。じゃあ自分がコントロールできることを見つけて、そっちにフォーカスする。あなたがコントロールできることは何ですかそれなんですよ。ね。旦那に対してぐちぐち言ってる。旦那は否定的な言葉を使う。ね。それに対して不満を持ってる。でも、旦那を変えることはできないんですよ。残念ながら。ただ、旦那に伝えることはできるんですよ。旦那と話し合うことはできるんですよ。 そして、旦那と離婚することはできるんですよ。いや、離婚するというのは両者の合意があるから、難しいから、えー、離婚をしたいと伝えることはできるんですよ。それに伝えることによって、相手が、相手が何らかの影響を受けるかもしれないね。じゃじ真面目に話し合わないといけないと思うかもしれない。だけど、そこは期待しない結果は。自分ができることは、自分がコントロールできること。自分の行動であったり、自分の作戦であったり、自分の思考であったり、自分の心の持ちよう。あと、環境づくり。 それは自分ができること。ただ、その環境の中で相手はどう感じるのか、どういうふうに行動が変わるのか、それは自分にはコントロールできないこと。コントロールできないことにフォーカスするからイライラするんですよ。勉強させないと、片付けさせないと、挨拶させないと、ごめんなさいと言わないと、言わさないと。これ、コントロールできないんですよ。コントロールできないところ。そこにフォーカスするから子育てがしんどくなるんです。コントロールできることは、どういうふうに伝えたらいいんだろう。どういうふうな環境を作ったらいいんだろう。 どういうふうな機会を作ったらいいんだ。ただその機会を作ったところで子どもがななどんな影響をするかは子どもが選ぶことです。はい、えー。次は8つ目。ダメな自分は防衛反応。あ、これね。あるよね。あの、本当はこういう関わりをしてあげたい。ね。イライラしたくないし、ガミガミしたくないし、穏やかでいたいんだけれども、ね。そういうシチュエーションになると、ガミガミ叱ってしまう。早くしなさい。勉強しなさい。何時やと思ってるの何回も言わせないでよ。 我慢ししなさいって叱ってしまう。だめやなと思って、そして寝顔にごめんねって謝ってしまう。ね謝ってしまうとか謝るとかねそういうことありませんか自分ではこんな関わりしたくないんだけど、子供を目の前にしているとついイライラして、つい叱ってしまう。感情的になってしまう。ね、えー、素直になれない。どうでしょうかそんなことあります で、その時にね、そんな自分を責めたり、そんな自分を変えようとしないってこと、これすごく大事ね。よくあるのは、そんな自分はもうダメやって、新しい自分になりたい、もっとね、穏やかなままでいたい、ね、自分軸で生きたい、今の自分はだめだから、そんな自分を変えたいって言っておかっちのところに来るんだけど、その状態だったら変われないんですよ。なぜなら、自己否定が入ってるじゃないですか。そんな自分はだめだからとか。 そもそも変わりたいっていうのは、こんな自分はダメだから変わりたいっていう思いがあるわけでしょ。そこに自己否定が入ってるんですよ。自己否定が入っている状態で自己肯定しようと思っても無理なんですよ。だってブレーキを踏んでるんですよ。自分はダメなんだ。自分はダメなんだ。自分は変わりたいってブレーキ踏んで、ね、自分らしく生きよう。無理なんですよ。自己否定してるから。大事なことは、そうやって自己否定してる自分、その自分を自分にありがとうということなんですよ。一言で言うとね。 その自分に感謝すること。なぜなら、そうやってダメやなと思ってしまうけど、やってしまう行動があるわけじゃないですか。ガミガミ叱ってしまうとか、ね、えー、余計な一言を言ってしまうとか、ついつい心配してしまうとか、あるわけでしょ。そういうダメやなって思ってる行動は、自分を守るためにやってるんですよ。ひいては子供を守るためにやってるんですよ。そうじゃないですか。子供が将来困らないように。 学校でいじめられないように、社会に出たときに、自分で仕事をついてね、自立して生きていけるように、そういう思いを込めて、ありありなさい、これやりなさいって言ってるわけでしょ。そこにはメリットがあるんですよ、そういうふうにやることで。メリットがあるんです。そのメリットがあるのに、そのメリットに蓋をした状態で変わらないとって思って無理なんですよ。そいつがブレーキ踏むんですよ、ちっちゃい自分がね。だから大事なことは、あそうやって、えー、子供を叱ることでね。 えー、子供を子供がね、自立できるように促してるんだね、ありがとうねって、感謝することなんですよ、自分の行動に。何らかのメリットと目的があるから、それをちゃんと聞き出して、なんで、何から守ってるのと、何から守って子供のことを心配してるの、そうやってガミガミ叱っているのって、ちゃんと言ってくれるから、否定せずに、怒らずに聞いたら、ね、言ってくれたら、ああ、そういうふうなとことから、子供を守ってくれてるんだね、ありがとうって、まず感謝する、受け入れることです。 そうダメな自分は防衛反応っていうのはそういうこと。子供を守るために、自分を守るために、そういうダメな自分になってるんですよ。その行動しちゃうんですよ。ね、そこをちゃんと受け止めて、受け止めて感謝をすること。そこから始めて、ちゃんと自分と対話できるんですね。その上で、じゃあこれからはどうしていこうかって自分で新しい自分を作っていけるんですよ。自分を否定した状態で新しい自分は作れない。否定された自分はブレーキを踏むから。 だから、そうやってダメな行動をしている自分、その自分の声を聞いてあげて、そこにありがとうと言って感謝をすること、そこで初めて自己対応して、自分が納得できる生き方を作れるんです。詳しくは、親も子も楽になる、緩める子育てを呼んでください。そこにがっつり書いて,ま書い,ています、ねえー。概要欄にもはあの貼り付けてますんで、こうしないといけないという自分の思い込み、そこを緩めてね、自分が心から納得できる、えー、生き方や子育てを作る、そのための52の行動習慣、紹介してます。 概要欄をチェックしてみてみくださいあと、公式 LINE でもね、えー、有料講義で紹介している26本の動画、まあ、人生脚本の作り方ってね言うてるんですけど、ね、幼少期に作られた人生脚本、その脚本に従って今も今日も、えー、生きている、その人生脚本に従って子供と関わっているんですね。 なので子育てを変えたいと思うんだったらその人生脚本をもう一回見つめ直さないといけないんですよ。今自分,には自分はどういう人生脚本を持っているのかなと。どういう価値観、どういう考え方、どういう信念で毎日を生きているのかなと。そこを見つめ直さない限り新しい人生は生まれないんです。そのための方法を動画で紹介しているのが公式 LINE、書籍で紹介しているのが緩める子育てです。どちらも概要欄にあるからチェックしてみてください。はい。9つ目。 坂を下った方が楽に進むねいや、これすごくいい考え方ね。えー、どうでしょう子供に我慢しなさいって言ってません、ね、幸せになるためには苦しまないとダメなんだ。幸せになるためには苦しいことにも耐えないといけない。努力しないといけない。頑張らないといけない。休んではいけない。競争に負けてはいけない。そのように思ってませんか ね、もちろんそういう考え方もあるよ。だって僕たち、私たち昭和で生まれたから、そういうふうに親から教わってきたじゃないですか。苦あれば楽あり。ね、楽あれば苦あり。楽してたら苦しいことがあるよって。苦しいことやりなさい。そうすれば楽になるよって。そういうことを教わってきたじゃないですか。ね、だから 自分が何をやりたい、あれをやりたいんじゃなくて、周りに合わせろとか、ねえ、先生から与えられたことを苦しくてもやりなさいとか、途中でやめるなんてあってはならないみたいな、そういうことを言われてきたわけでしょ、ちっちゃい頃はねは、ね。そういうことを、ね、子供に言ってませんどうでしょうかで。自分も我慢してませんか我慢してたら幸せになれると思ってません僕はそういう風な幸せがね、誰かの我慢で成り立つっていう、そんな世の中を終わらせたいんですよ。その我慢っていうのは、絶対、 どこかで歪みが起きてくる自分が我慢してたら自分が我慢してることをやってる人を見るとイライラするんですよ。そうじゃないですか。 ね、なんだろうね、自分がね、例えばランチを我慢してる、ランチを我慢してて、子供のために子供のためにってやってて、ね、じゃあね、えー、友達のタ子ちゃんがね、えー、なんかおしゃれなランチ週に1回行って楽しくやってて、インスタでね、えー、ウェイウェイやってる、それを見るとね、なんであの人だけ自由にやって、子供をほったらかして、ちゃんと子育てしてるのみたいな感じで腹が立つとか、ありませんか、ね、素直に喜んであげたらいいのに、楽しそうやねって。 でも自分が我慢してると、そういうふうに自由に生きてる人を許せなくなるんですよ。引っ張っちゃうんですね。そんな世界って楽しいですかいや僕は楽しくないですよ。だからこそ、 一人一人が我慢しない、そういう世の中を作っていきたいし、自分が我慢しない、つまり自分がやりたいことを叶える力、ライフスキルをね、子供たち、そして、えー、大人たちにも伝えていきたいと思ってる。だから僕はライフスキルの学校を立ち上げて、子供向けには放課後スクール、ね、夢中になれる教育プログラムを提供し、大人向けにはね、生き方プロジェクトとか、ライフスキルコーチ認定講座とか、熊野古道リトリート合宿とかを通じてね、えー、コミュニケーションスキルとか、自己肯定感とか、そういう問題を解決する力とか、そういうものをね、育むっていうこと やってるんですよ、はい、であのー、もまたこの冒頭の冒頭っていうかこの話に戻ると坂を下った方が楽に進むってことわかりますそうじゃないですか上り坂よりも下り坂の方が楽じゃないですか前に進むためには上るだけじゃなくてね下るっていう選択肢もあるんですよ我々人生には1本しかレールがないと思ってません 我慢すること、努力すること、しんどいことにも耐えること、それが幸せになる唯一の方法だと思ってませんいや、違うよ。世の中にはいろんな道がある。下り坂でよくないですか下り坂やったら、ぴょんと、ぴょんと一歩進むだけで、コロコロコロって転がっていくよ、ね。勢いよく、ストレスなく、ね、景色を楽しみながら、上りやったらね、山の頂上しか見てないですよ。下りやったら、上ってきた道全部見えるんですよ。ね、どうですか 僕は下り道、下り,道いうか下り坂を探すってこと、下り坂で生きるっていう生き方を作っていくってことが、えー、子供が楽に自分の特性を生かせる方法なんかなと思ってるんです。そういうのを子供向けのオンラインスクールでもやってます。子供の天才性を見つける、才能を見つける、そしてそれを磨いていく。これは下り坂で生きるってことなんですよ。ね、自分が向いてないことをみんながやってるからやらないといけないじゃなくて、自分が楽してできること。 簡単にできることそれをひょいってやって、ね、そこで天才性を発揮するそういう教育プログラムを僕オンラインでもやってるよオンラインでもあの概要欄にあるかもしれないから見てください <laughs>、はい、今日ちょっと宣伝が多いけど、ね、そういうことなので、あのー、前に進むためには上り坂だけじゃなくて下り坂もあるということこれが、ね、本当に本当に僕は大事なことかなと思ってて、えー、で子どもには我慢する力を、ね、育みたいという気持ちも分かるんです。 世の中には苦しいこともあるし、辛いこともあるし、やりたいことばっかりじゃない。我慢することも大事だ。その気持ちもわかる。でもその我慢っていうのは、誰かに強要される我慢じゃないんですよ。自分で、これは必要やからやるっていう我慢なんですね。例えば、おカッチ。アメリカに留学する、留学したいってなったんですよ。なったけど、英語力なかった。だから、英語を勉強しなあかんかったんですよ。英語は、僕が一番苦手で、一番嫌いで、一番意味のない学問やと思ってたことですよ。 それをやらないことには、やりたいことを叶えられない。ね。この面白くないこと、つらいこと、ついことをやらないといけない。やるべきだったんですよ。で、そのやるべきことを我慢してやってたんですね、最初は。だけど、大事なことは、それを我慢してやってても続かないから、このやるべきことをどうやったら楽しくできるんだろう。で、工夫をしていく。で工夫をしながら、そのやるべきことをやりたいことに変える。これが、本当に子供に教えたいスキルなのかなと思ってます。 その我慢した先に希望がない、ワクワクがないこと。それをね、なんかわからん、みんなやってるからやりなさいじゃなくて、その子がやりたいこと、ワクワクすること、そのやりたいことのためにやるべきことがある。じゃあ、そのやるべきことをどうやったらやりたいことにできるかな。どうやったら楽しく取り組めるかなってことを教えていくこと。子供と一緒に実践しながら学,学ばせること。これが本当に教えたい我慢なんじゃないかなって僕は思いますけど、どうでしょうか。ね、やった先に子供の希望がない。とにかくやらないと困るよ。みんながやってるからやりなさい。 じゃなくてバスケットボール上手くなりたい。次の試合でできるようになりたい、ねえー。パプリカ上手に弾けるようになりたい。そのためには、毎日やりたくない50メートルを3本走らなあかんとか。ね、なんだろうな、歯、えー、のパプリカの,あの基礎の練習しなあかんとか、ね。あるわけでしょ。それはやりたくないんですよ。でも、パプリカを上手に弾くためにはやらないといけない。じゃあどうやったら楽しくできるかなっていうのを一緒に考えてやっていく。それが本当に教えたいことなのかなって僕は思ってます。 やるべきことをやりたいことに変える力。これが本当の我慢する力なのかなって思ってます。まあ、我慢する力をちょっと言い換えるとね、そういうことになるんじゃないかなと思ってます。はい。それでは次行きましょうか。10。子供は血のつながった他人です。はい。この考えを持つことはすごく大事なことであり、楽なことなんじゃないかなと思います。ついね、ついっていうか、自分の体からね、出てきた子供だから、 ねあのー、大事であり大切であり目ん玉に入れても痛くないぐらい可愛いものでありものっていうかね、えー、象徴でありそしてそして子育てが私の生きがいである一心同体になっているそのようなことはありませんかそうなるとね 子供が悲しそうやったら大丈夫大丈夫って心配になって子供が泣いていたら大丈夫大丈夫って、えー、寄り添って、まあ、寄り添うことが悪い,っていわけじゃないですよあの自分のこと以上に苦しくなってしまうそのようなことありませんか、ね、そうなってしまうと、えー、子供は自立できなくなると依存してしまう親に依存してしまうんですよ一人前の大人を育てるってことは親がいなくても生きていける状態にするってことですよね ですよね。そうなんですよ。僕たち、私たちはいずれ子供と離れないといけないんですよ。で、子供は親がいなくても、一人で生きていく、そういう力を身につけないといけないですね。徐々にね、赤ちゃんの時からそうせいって言ってるわけじゃないですよ。徐々に年齢に応じて関わり方を変えていくことが必要なんですよ。3歳の時の関わり方、6歳の時の関わり方、小学6年生の時の関わり方、中学生、高校生の時の関わり方、この関わり方を子供の発達に応じて、 変えていくこと、これが必要なんですね。いつまでも赤ちゃんのときのような関わり方してませんどうでしょうか私がいないとこの子は生きていけない。ね、私,が私がちゃんとこの子を面倒見ないと困ったことを解決しないと環境を整えてあげないと子供は死んでしまう怪我をしてしまってもう立ち直れない生きていけない自信をなくしてしまって引きこもってしまう学校にも行けなくなるんじゃないかって、ね、どうでしょうか困らせたらいいんですよ。 <laughs> 冒頭の話に戻るけど、ね、もちろん子供がパニックになるようなことであったり命に関わるようなことやったら積極的に親は介入しなあかんだけどそこで親が介入すればするほど干渉すればするほどね子供は自分の人生に責任を持たなくなるいわゆる無菌室で育つようなもんですよ菌のない部屋ウイルスのいない部屋そういう部屋で育つとどうなります抵抗力が生まれないですよでも社会はどうですかウイルスばっかりじゃないですか ね、いろんなことが起こる。想定外なことが起こるじゃないですか。景気も変動するし、気の合わへん人もいるやろうしいじめられたりすることもある。辛いことも苦しいことも泣きたいことも悲しいこともいろんなことが起こる。それは僕たち、私たちが一番感じてるでしょ。社会は厳しい社会世界であるということ。そういう世界、いわゆる菌がある、ウイルスがあるいろんなことが起こる。そういう世界で生き抜いていくためには、そこの社会に近い状態で子どもを育てることが大事なんですね。 そうだって、無菌室じゃないから、世界は。その無菌室で育てたら、無菌室でしか生きられなくなるんですよ。ずっと親と一緒にいないと暮らせなくなるんですね。それを望んでますか違いますよね。自立させることを望んでませんか自立っていうのは自分で自分のことを幸せにする力を持つ人間です。ね、じ親,親がいないと自分は幸せになれないとか自分は幸せに自、自分が幸せになるには親次第であるとかじゃなくて、自分次第で。 幸せになれるっていう、そういうスキルとマインドをつけていくこと育て、育てていくこと、これが僕はとても大事なことかなと思ってます。それは親一人でや,るやらなくてもいい。僕みたいな教育者が、ね、学校教育とか、地域教育、学校教育、家庭教育、それをね合わせてそういうことをね、そういう力とマインドを育んでいくこと、これはすごく大事で。でそうなったときに、子供と私が一心同体ではなくて、子供の人生は子供のもの。 親の人生は供の親のもの子供は親の所有物じゃないし親の満たされなかった夢親ができなかったことそのリベンジとして子供を使ってはいけないということです自分が野球選手になりたかったから自分が英語でやらなかったって困ったからだから子供に英語をささないと野球選手にならせないとじゃないです自分の夢は自分で叶える自分ができなかったことを子供でリベンジを果たそうとしないということ 自分が困った困ったこと、その辛さを子供に味わわせたくないって気持ちはわかるけど、困った時に、困った時にやったらいい。今、子供がやることは、今、子供がエネルギーを向,向けていることです。違います子供の時間なんだから、子供の命なんだから、その時間、子供が興味をも持っているときに100、100%エネルギーを発揮したときに、学びの効率は上がるんですよ。不安がなくて安心している状態でね、やりたいことをやっているときに、学習効率は上がるんですよ。 それは例え、大人から見てね、将来役に立つんかなって思うことでも、靴飛ばしでもね、ダンゴムシをツンツンするでも、ゲームもそうです。ゲームは長時間することでね、問題もあるからそこは時間は制限しないといけないけれども、そうなんです。大人から見て意味あるんかな、無駄やなと思っていることでも、子供が夢中になっていることにはそこは確実に意味があるから、学びになっているから、考える力、行動する力、探求する力、それが育まれていくんですよ。だから、 将来困らないようにではなくて、ね、子どもの人生は子どものもの親の人生は親もの親のもの親は子どもの召使いではないし子どもは親の所有物ではありません、はい、子どもは血のつながった他人です価値観が違ってもいいし喧嘩をすることもある その中でお互いが居心地よく心地よく過ごせる環境を作るそして関係性を作っていくそういう対話をしていくってことが大事なんじゃないかなと僕は思ってます。はい、11、ハンドルを握っているのは自分。これね、あのー、人生の車っていうのが、まあ、目の前にあった時にそのハンドルを握っているのは一体誰ですかってことです。 はい、そのハンドルを握っているのが自分であれば自分のペースでアクセルを踏めるし自分のペースでブレーキを踏んで休めるし行きたいところにハンドルを切って進めるんですよ。ね、誰を乗せるかを自分が選べるこの人と過ごしたいなとかこんな仕事をしたいなとかこんな場所で暮らしたいなって自分で選べるこれが自分軸で生きるってことなんですね。で他人軸で生きる親軸で生きるっていうのはそのハンドルを握っているのは自分ではない誰かなんですよ。 会社の上司であったり、パートナーであったり、もしかしたら子供が握っているかもしれん、ね。ママ友が握っているかもしれんし、えー、世の中の常識という目に見えない実態のないものが握っているかもしれんし、親塾の人であれば、自分の親がいつまでもそこのハンドルを握っている。そうすれば、自分のペースで進めない。周りが期待していることを、周りが求めるペースでやらないといけない。C、ね、プラス、 休めない。休んでは自分は嫌われるんじゃないか。頑張ってる時だけが認められる。休んだら自分の存在価値がないんじゃないかと思ってしまう。ね、で、自分が行きたい方向に進めない。ハンドルを握っているのは自分ではない、誰かやから。そうなるとね、自分が何が楽しいのかが分からなくなるし、自分が行きたい方向に進めないから、などんだけ褒められても喜べないんですよ。褒められても嬉しくないんですよ。そうなると、苦しくなってくる,、ね、るんですね、親は。 だから大事なことは、ハンドルを握っているのは自分であるという自覚を持つ。握っているのは自分なんですよ。いつでも握れるんですよ。いつでも握れるのに相手に握らせているんですよ。私がハンドルを握っている。握ると決めるだけなんですよ、これ。簡単でしょ。私が自分の車のハンドルを握るって決めるだけ。決めるだけなんですよ。 例えば、今ね、旦那さんに対していろんな不満があるかもしれん。子育て手伝ってくれへんなーとか、ね、否定的な言葉言うなーとか、もっと稼いでほしいなーとか、いろんな不満であったり、愚痴はあるかもしれん。でも、そんな自分、そんな旦那とパートナーと一緒にいると決めてるのは誰ですかあなたじゃないですか。別れようってすることできるじゃないですか。ねできない。なぜならお金がないから。ねじゃあお金を稼ぐために行動するのは誰ができるんですか自分ができるわけじゃないですか。 今のこの状況を選んでいるのは自分なんですよ。自分が納得できる状況じゃないかもしれない。だけど、それを選んでいるのは自分なんですよ。旦那に対して不満がある。子供がもっと勉強したらいいなと思っている、ね。いろいろとある私だけ、自分ばっかり大変やと思って、家事も育児も全部やワンオペ状態でやってる。だけど、その状態を選んでいるのは自分なんですよ。それが嫌なんだったら、離婚したらよくないですか子供と離れて暮らしたらよくないですか でそんなこと言うけど、離れて暮らしたら苦しいよね。ね。そんなことやったらダメな母親って思われたくない。だから一緒に暮らしてるんでしょ選んでるわけじゃないですか、自分で。仕事を辞めないのも、今のパートナーと一緒にいるのも、子供と子育てがしんどいけど、子供と離れていないのも、離れないっていう選択を自分がしてるんですよね。自分で握ってるんですよ、ハンドル。握ってるということに気づくことが大事なんですよ。 気づいて、これからは自分で自分の人生のハンドルを握るって決めることからね、決めることから人生は動かせるんですよ。今ここで起こっていることは全部自分が決めていることなんだと。つまり自分でここから何を選ぶか何を決めるかによって、これからの人生は変わっていくんだって思えるようになるんですね。今のこの状態は自分が選んで決めていることです。もちろん人からのアドバイス、助言、親からああしなさい、こうしなさいって言われた。だけどその道を進んでいるのは自分じゃないですか。自分で選んで決めてるんですよ。 その自覚を持つことから自分軸が始まるんですよ。ね、そうなんです。自分軸ってそういうことなんですよ。で、これから自分は、これからは自分の人生を、自分がね、ハンドルを握っている。自分で進みたいときは進むし、休むときにはブレーキを踏む。行きたいところをハンドルを、ね、切って進む。そういうふうに自覚を持って生きるだけでも楽になっていきます。楽になぜなら自分で人生を変えられるんだっていう感覚が育っていくから。それがないと、 どんだけ努力しても、どんだけ頑張っても、自分にはどうしようもないって思ってると、苦しくなってくるし、辛くなってくるし、生きがいがなくなってくるよね。だけど、自分が何を選ぶのか、自分が何を決めてどう行動するかによって、人生は変えられるって思った方が、希望が持てませんかそっちに向かってエネルギーが湧いてきませんかエネルギーが湧いてくると、ガソリンがうわってこう湧き出てくるから、湧き出てくるから、一歩前に進めるんですよ。楽に。 どんな車も、押して進むと、押して進めるね、手あの車を降りてね、えー、手でこうやって押して進むと、めっちゃしんどいじゃないですか。でもガソリンを入れてね、アクセルを踏むと楽に進めるんですよ。そういうことです。これからの人生は、あなたが自分で選んで、自分で決められます。そうです。それは、今ね、例えばね、旦那さんには不満がある。旦那さんには不満があるけど、今はやっぱり子供のためにも別れたくない。 不満があるけれども、今一緒に過ごしていくって決めたんなら、それもいいんですよ。自分で決めてるんじゃないですか。というふうに私は決めたって言うんですよ。愚痴を言うだけじゃなくて、そういう状況にあるけど、だけどこうこうこうだから、今私はこれを選んでいるって。私が選んでいると。アイメッセージ、主語を私にして、私が作っていると言うんですよ。そうすることで、えー、自分の人生は自分のものだっていう感覚を取り戻せます。 はいそしてそしていよいよ最後ですね「子育ては最用が馬、ま」ねこれはやり抜くこと投げ出すこの習慣のね一番最後のページにも書いたことなんです。 でえー、これまでいろんなことをね、話してきました。こんなことやったほうがいいんじゃないあんなことやったほうがいいんじゃないとかね、えー、メソッド的なことをこの YouTube でいっぱい話してきましたけれどもね、えー、結局あの、自分が何をしようが、親がどんな環境を用意して、どういうふうな機会を作って、どういうふうに関わったところでね、えー、それが良くもなるか悪くもなるかなんか誰にもわからないんですよ。そうなんですよ。人生万事、採用が馬なんですよ。採用が馬っていうのは、えー、人生の効果、えー、幸せか、 不幸せかっていいうのはは、えー、人間には予測がでできないってことです例えば、ね、親がね、中学受験、おかちね、中学受験した,いたら幸せになるよと。でじゃあ僕はそ,の中そうなんやと思って、中学受験目指して頑張った。中学受験合格者をやったその時点では幸せかもしれん。でもその結果ね、中学受験に向けて合格あの勉強するということでね、ことで、えー、学校の友達と遊べなくなって、いじめられるようになって、ね、無視されるようになって <laughs>、それからあの、すごく孤独な思いをしたんですよ、小学校。 つまり大大、中学受験行くぞって決めたことによって、そういうような不幸なことがあった。でも、そういう不幸なことがあったからこそ、だからこそ、塾で絶対頑張るぞってなって、勉強した結果、えー、幸福になった。合格した。幸福になった。だけど、中学受験に合格したけれども、そこでね、自分が大好きなことをやると思って、頑張ったバスケットボールで、全然結果が出ず、ずっと補欠でね、そこで自信を失ってしまった。また、不幸なことが起きた。 とかね、こういう風に一見その時点では合格してやったとかねあいじめられて最悪やってね不幸なことが起きる幸福なことが起きるでもその時点でそれが良かったかどうかなんか判断できないんですよ今子供にねこういう関わり方をしてこういう風に褒めて子供は嬉うれしそうにしてるでもそれが子供の将来その関わりがどうなったかなんか分からないんですよ、ね、大事なことっていうのは一つ一つの出来事に一喜一憂しない 子供は学校行かないとか、兄弟喧嘩しているとか、片付けしないとか、そういうことに一喜一憂するんじゃなくて、今こういう状態が起こってるなと、その後に、じゃあでで、ではどうしたらいいのかなっていうこと、それを考えて行動していく。それしかできないんですね、僕たちは、私たちは。今というこの瞬間で自分のベストを尽くすことしかできない。一つ一つを評価して、ダメだったってツをつけたり、丸をつけたりするんじゃなくて、評価するんじゃなくて、 じゃあ今この状態で自分が何ができるのかなっていう自分ができる限りできる範囲でやるしかないんですよ。人生万事採用がうい。今一見良いなと思ったことでもそれが悪いことになるかもしれんし悪いなと思ったことが良いことに変わるかもしれへん。そういうことなんですよ。一つ一つの出来事に丸も罰もない。大事なことはね、何かが起きた時にその後どう行動するかによって丸が罰になり、罰が丸になる。オセロがひっくり返るようにね。 人生万事三様が馬。あなたがどんな関わりをしても、それが子供にとって罰になるかもしれんし、丸になるかもしれん。いつ一旦罰になったとしても、それが何らかの形で丸になるかもしれんし、丸やなと思ってても、何らかの形で罰になるかもしれないんですよ。そういうことなんです。だから、一つ一つの子供のパフォーマンスに一喜一憂せず、それが丸とか罰とか評価をせずね、今自分ができることをできる限りできる範囲でね、自分のベストを尽くしていく。 自分がコントロールできることは何かって見つけて、自分が与えられたお金、時間、体力、その中で自分を犠牲にしすぎず、ぎず我慢しすぎずにね、自分ができることをやっていくってことしかないのかなっていうふうに僕は思ってます。なので、一つ一つ起こってる、ねえー、子供のこんなこと言われた、あんなこと言われたとかね、子供が誰々君の喧嘩してとかね、そういうことに僕は一喜一憂せずに、今こういう状態だから自分ができることは何だろうってことをに、 フォーカスして子供と関わるるよよううににできな育ては人生三次子育ては採用が馬ということで今の子供が悪いなと今問題だなと思っていることでもこの問題だなと思っていることが将来プラスに変わることがあるお価値もいじめられたいじめられたっていう経験自体はネガティブだけどその経験があったからこそね 自分を否定する自己肯定感が低かったからこそ自己肯定感が低い人の気持ちがわかるし自己肯定感の大切さもわかるだからこうやって自己肯定感を含めたライフスキルを高める学校をやってるんですよあの時いじめられたことバスケットボールで結果が出なかったことが自分の将来の仕事につながってるんですよ、ね、一見悪かったな罰やなって思うこともその後の行動次第で丸に変わるということですただ子供が変わるかどうかは自分にはコントロールできないこと はいといとととううことで、ねえー、ここまででねまままの話まとめましょうか、えー、今日はね子育てが10倍楽になる心理学12選ということでね、まあ、心が楽になる心の持ちようであったり考え方であったり、まあ、こういう関わり方がいいんじゃないっていう、まあ、いわゆる、まあ、代表的というか本質的というか僕が常に意識している12個の、えー、方法を紹介しましたと。と いうことで、まあ、基本的にまあ困ってから対応するってことね。これはわかるよね。えー、それだけで困らないようにするっていう関わりが減るから楽になるし、完璧でない方が子供は安心して失敗できるよね、うん。たくさんのことやらなきゃじゃなくて何をやめるかを決める。で、本当に大事なことにエネルギーを注ぐ。28の法則ってもあるよね。自分にとって大事なこと2割。大事なこと2割に2割が8割のパフォーマンスを生んでいるってこと。 だから今子育てでね、10個、10個やってたとするやん、その10個のうちに2割がね、子供を育ててるんですよ。じゃあ、その2割、2割を育ててるんやったら、無駄な8割を削って、その大事なね、大事な2割に削った時間を注げば、もっと高いパフォーマンスが得られるんですよ。2、8の法則。 できる限りできる範囲で、ね、自分が自己ベストをするしかないということモヤモヤとか感情とか感覚を言葉にする言語化するとにかくノーとにかくしんどいときには気持ちにはイエス要求にはノーで A で要求にはノーでも気持ちにはイエスそれでしっかり愛情を伝わります。 自分にはコントロールできること,とできないことがあるからそれをしっかり見極めて、えー、自分ができることにフォーカスするできることっていうのは自分の心の持ちようであったり考え方であったり、えー、こういうふうに関わるって関わり方そして声掛けであったり、えー、環境づくりですねダメな自分は防衛反応ダメな自分を責めるんじゃなくてダメな自分にありがとうそういうことも言ったよね坂を下るっていうことじゃなくて坂を,坂を登るっていうだけじゃなくて坂を下るっていう、えー、生き方もあるよねってこと 登るっていうのはしんどい。下るのは楽。そして楽しい。違いますかはい。10個目。子供は血のつながった谷。子供と自分との間に境界線を引いてね、えー。子供のは子供の人生。子供は子供のもの。子供の人生は子供のもの。私の人生は私のもの。あなたの人生はあなたのものです。ハンドルを握っているのは自分。そう。今の自分の人生を作っているのは自分なんですよ。自分の選択なんです。自分が、自分がハンドルを握って、自分でアクセルを踏んで自分で休んでるんですよ。そうなんですよ。 誰かが握ってるんじゃないですよ。自分で選んできた。で、これからの人生は自分でハンドルを握って自分で作っていく。その意識を持つ。そして子育ては採用が馬、まね。今、この起こっている不幸なこと、問題なことっていうのは、もしかしたら今のこの時点で言ったら問題かもしれへんけど、これがあったからこそ子どもの成長につながることもある。だから今、この問題が起こっていること、ダメなことを悲観したり、否定したりするんじゃなくて、 今できることを見つけてできる限りできる範囲で関わっていくのがいいんじゃないでしょうかはい、えー、どうでしょうここまで聞いて何か参考になったり共感できるポイントがあれば、えー、といいねとか高評価ボタンお願いします今日はねかなり力を入れたよかなり力を入れたよ ね、12個って少ないけど、1つ1つ重かったやろ重かったので、多分1回じゃない、2回、3回ね、えー、流しながらでいいんで、聞いていただけたら、この子育てが楽になる心理学がスーッとあなたの頭の中に潜在意識に入っていくんじゃないでしょうか。で、これね、ゆ緩,、ま、緩める子育てトークって形で、再生リストを作ってるから、もうすでに8個ぐらいあるんかな、この現時点でね、8個ぐらいあるんで、えー、これをね、再生リストからすべて再生って言ったら、ずーっとこう流れてるから。 もう8時間ぐらい流れていくから、まあ、そんな形で再生リストもつく使ってください再生リストはねあのおかっちのなんだ YouTube チャンネル行ったらもう再生リストがあるから一番上にあるから緩める子育てラジオってねそれを押してもらったらもうそれすべて再生してもらったらそこからも聞けます はい。ということで、この番組ではね、親も子も楽になる、緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや、自分攻めを緩める考え方や、子供を自立させる関わり方を紹介しています。明日も聞いてもいいかなと思っていただいた方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してください。あとね、タイトルを見て、自分には関係ないかなと思っていても、何かしらつながってくるから、タイトルを見て判断するんじゃなくて、とりあえずね、流すだけ流しておいて、あの作業系 BGM やから。 BGM として流しながらね、えー、何か他の作業をしていただいても全然 OK。で、聞き逃しても OK やから。で、何回も同じこと言うてるから。はい。でね、あのー、親も子も楽になる緩める子育ての本。これもね、概要欄に紹介してるから、ぜひそちらもチェックしてみてください。まあ、概要欄にね、お価値どんなことしてんねんとか、全部話してるから、書いてるから、そちらからね、ちょっとチェックもしてみてください。はい。ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star。自ら輝けば、世界はピカピカに輝く。 ワンダフルな一日をお過ごしください。今日もありがとね。バイバーイ。いやー、結構エネルギー使ったよ、今日。結構エネルギー使ったよ。高評価ボタン押してくれたら嬉しい。結構頑張ったつもり。どうだろう